で復旧作業中に直下型の大きな揺れがあり、ドーンという爆発音が聞こえ、白煙が上がったという。この爆発で東京電力の社員2人と作業員2人の合わせて4人が怪我をしたと見られている。しかし爆発の原因など詳しいことはまだ分かっていない。